皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学比例と反比例の1回目、今回は関数についてお話します。まず前半では言葉の意味と説明、後半では変域の表し方、これを説明していきます。ここに水槽が書いてあります。で、これ深さ20センチの空の水槽で、これに水を入れていくんですね。この時深さが1分間に2センチずつ増えていくと、こうなっているとします。この水を入れ始めてから X 分後の水の深さ、これを Y センチメートルとすると、この関係は Y イコール2X と、こういう式で表すことができますよね。例えば1分後の水の深さはと言われたら、 X のところに1を代入して 2×1 で2と出るので、1分後には2センチ、2分後だったら X のところに2を代入して 2×2 で4となるので、深さは4センチ、このように分かるんですね。こうやって伴って変わる2つの数量 X と Y があって、これ X の値を決めると Y の値が1つに決まりました。こういう関係、これを Y は X の関数ね、関数である、こう言いますね。X が1だったら Y は2ってたった1つに決まるでしょ。もし3だったら 2×3 で6って Y が決まるんですよ。このように X が決まったら Y の値がもう1つに、答え1つになっちゃうよと、こういう関係にあるもの、ね、Y は X の関数というんですね。そして XY のようにいろいろな値を取る、この文字のこと、これを変数と言います。ね、変わるという字に数と書いて変数と言います。で、 X は1分2分3分となって1、2、3と変わる。それに伴って Y の値も答えは2、4、6とこう変わっていくんですね。こういう値を取る文字、これを変数と言います。で、この水槽って20センチなので1分間に2センチずつ、ね、深さが増すとこれ10分でいっぱいになっちゃいますよね。ですから X、 この取る範囲は0以上で10以下、ね、こういう値を取るわけですね。0から10まで、0以上10以下という範囲で変化するということです。この変数の取る値の範囲、これを同じ変わると字を書いて、変わるという字を書いて変域と、このように読みます。で、この言葉も覚えてください。では後半では変域の表し方、これを説明します。変域の表し方を説明します。括弧1、 X の変域がマイナス5以上、これは不等式で表すとマイナス5を書いて開いて下にイコールで x と、これで x はマイナス5以上ということになりますね。以上というのはマイナス5も入りますよということなので、不等号の下にイコール、これもついています。これを数直線上で表すと、これマイナス5が入るので、このマイナス5のところに黒丸、これ赤ペンなので赤丸になっちゃいますけれど、それからこれを以上ということは、こちら側にずっと続いている数直線のこの線になりますね。こちら側、これが X はマイナス5以上という範囲を表しているということです。括弧に、 X の変域が10より小さい、10より小さい、これはX の方が小さいので X で10と、これ10は入らないので
不等号の下にイコールはつきません。これで x は10より小さい、言い方を変えると x は10未満という言い方もできますね。これを数直線で表すと10のところ、これは10入らないのでこれ白丸になって、小さいのでこちら側ね、数直線のこちら側、これがこの x は10より小さいという範囲を表していることになりますね。括弧3、 x の平域は4以下でマイナス3より大きい、ね、マイナス3より大きいんだけど4以下であるということで、まずマイナス3を書きます。そして x の方が大きいのでこちら側に開いて x、 そして4以下なので不等号の下にイコールをつけて、これマイナス3より大きくて4以下という範囲を表しています。でマイナス3はこれ含まれないんですね。ですからマイナス3、123、ここは白丸を書いて、4のところ、これは4を含むのでこれ黒丸を書いて、つまりこの範囲、ね、この範囲が、マイナス3より大きくて4以下という x の範囲になります。括弧4番、 x の平域は2より大きくて6未満と、2より大きいということは2入らないんですね。6未満ということは6より小さいと同じ意味なので6は入らないということです。ですから2より大きくて6より小さい、6未満というのは不等号で表すとこのようになりますね。2でくの字で x、 くの字で6と、これを数直線に表すと、2のところはここですよね、入らないので白丸と、で6も未満で入らないので6も白丸で、2から6までのこの間、これが2より大きく6未満という数直線上での範囲ということになります。もう一度確認しておくと、より大きい、より小さいという言葉、あるいは未満という言葉はその数は含まないということです。以上、以下という言葉はその数は含むということなんですね。そしてよりという時にはその数を含まないので数直線では白丸で、未満も白丸を使います。そして以上以下の場合は、その数を含むので黒丸を書いて範囲を決めて表します。今回は平域の表し方後半でお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。